誕生日に贈る言葉。1月3日生まれの想像力豊かなあなたに、キキ物語。1月3日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは、活力と想像力に満ち、頭の回転が速く、興味のある仕事やアイディアには意欲的に取り組みます。独自の考え方を持ち、時に困難な状況において想像力を発揮します。ただし、自分の実力に見合わない安易な道を選ばないようにしましょう。いつも若々しいあなたですが、忍耐力や責任ある態度を身につけてこそ、どんなことでも成し遂げられるようになることを肝に銘じてください。支配性である牡牛座から影響を受けるあなたは、時に自分の利益になる場合は、とても相性が良くなります。また、外見を重視し、流行や美に対する鋭い眼力があります。この日に生まれた人は、音楽や演劇に対するセンスや才能があります。お金儲けに役に立つノウハウとたくましい生存本能を持つあなたは、富を蓄え、周囲の状況を自分の有利になるように、うまく利用することができます。あなたが成功し、目標を達成するために必要なのは、教育と計画やひたむきな取り組みです。望みを叶えるには、生来の自制心を働かせるか、またはごまかすかのどちらかです。前向きでない考え方やくよくよするのはやめましょう。自信のあふれている時のあなたは、強い使命感から来る威厳があり、控えめながら最高の仕事をしたいという気持ちを続けています。疑い深い傾向はありますが、いずれ自立した自由な考え方を身につけることになるでしょう。17歳までのあなたは、何事にも慎重に取り組みます。18歳を過ぎ、太陽が水瓶座に移動すると、主体的になり、伝統や人の意見に影響されなくなります。自己表現を強く望むようになり、友情、グループ活動、人道的問題といったことが、あなたの生活にとって重要な要素になるでしょう。次の転機は、太陽が魚座に入る48歳の時に訪れ、これを契機に、感受性や感情の豊かさを重視するようになります。想像力が豊かになって、人の気持ちを思いやるようになり、精神的なものへの興味が高まります。1月3日の誕生花は、ストレリチア。花言葉は、独り占め。ラムサからの今日のメッセージ。ゼロポイントと整合する瞬間、永遠の今を体現すること。これらは、完全に知ること、完全にフォーカスすること、自分が人間であることに、完全に無意識でいることであり、本当に稀なことである。それが起こるのは、観察者と実行者が同時に働いた時だけだ。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。